はい、墨の蔵料理、もう一回ちょっと軽く、こなしちゃんからも軽く説明してもらっていいですか。もうどういう人か忘れてる人もいると思うんで。で、墨の蔵料理は、京都の豪商で、朱印船貿易を行って、すごい大金持ちになった方なんですね。はい。それで、嵐山の保津川の開削や、高瀬川の開削、うん、あと富士川とか天竜川、庄内川なんかも、手掛けてる方で、田辺作郎と共に、はい、田辺作郎は皆さんわかるよね、とか。じゃあ、解説を入れると、はい。あれですね。琵琶湖疏水を作ったと言われてる、はい。設計の責任者、はい、ですね。はい。はい。田辺作郎と共に、水運の父と言われてます。はい。はい、二層院まで行ってきたんですね。それで二層院にね、うん、墨の蔵のこれ、お墓があるんですよね。これが段々になってるって言ってるんですね。段々になってるんですよ、こういうふうにね。うん、うん、お墓がね。段々になっててね。うん、これが二条家の墓なのね。二条家は、もともと、あそこにあったのよ。同志社大学の女子大のところにね、うん、遺構があるんですけど、地下入り口のある。これ入り口なんだけどさ、うん、これ地下入り口っぽくも見えるし、見えるよね。どう思いますこれ。ちょっとほらあそこ丸山公園のピラミッド、うん、ちょっと今思い出してたねえ、うん、すごいね。で、なんかほら、なんかこのお墓もなんかちょっとほら、日本風じゃない、韓国風っていう方もいらっしゃるんだけど、うん、どうかな。これはね。なんか奥付きって言って、うん。墓をこうやって丸くするっていうか、はい。まあ、そういう文化も確かにあるのはあるっていうか、それがでも日本なの、日本式なのかどうかはちょっとわかんないけど、うんうん。あと、チャウス古墳とかさ、うん、のちっちゃい版みたいな。ここ小倉山っていうとこなんですけどね、山ね、うん、山、小倉山、うん、小倉庵のとこですよ。小倉庵、その小倉なんだ、マジで。その小倉なんです。そしてこれが墨の蔵のお墓なんですけど、さっきの二条家の墓の上にあるの。位が上だってことだよね。だから山の上の方が位上ですよね。ということは、墨の蔵領尉は二条家より上にいる。こんなに大物だったのかっていうね。そう、大物だったのかっていうことなの、うん。でね、ちょっともしかして大物かなと思ったのは、墨の蔵町っていうのがね、うん、川のところを降りてきたら、墨の蔵町っていうのがあるんですね。うん。だから、墨の蔵の一族が住んでたっていう場所なんですけど、うんうん。で、そこにこれがあったんですよ。長剣の。うん、佐賀東領なのか、三笹木っていうのかな、うんうん、それとともに、それとともに、うん、で、これが墨の蔵の、墨の蔵の稲荷神社っていうのがあるのね。ここもさっき、これで、この石垣のところが御陵です。さっきの、長剣天皇陵。うん。こっちが天皇陵で、ここが墨の蔵の稲荷の神社で、うん、そしてさらには安倍の生命のお墓、うん、だからこの石垣あるじゃないですか。これはさっきの石垣の続きで、なるほど、長慶天皇陵で、ここが安倍の生命のお墓で、でもっとこっち側ね、こっち側が墨の蔵の神社になる。ぎゅっと詰まってんね、いろんなもんが。そこに、だからもう本当に隣り合わせであるんですよ、これ。そうそう。で、墨の蔵の、邸宅跡があるんですよ。で、これね、すっごいお庭になって、調べたら、小堀遠州の、へぇ、お庭になってて、うん、で、もうその当時の作りのまんま、そのままっていうことで、になってまして、調べたら。そして、歩いてみたら、私にはいつも出てくる、集まってくるやつね、こなしちゃんところに。私に集まってくるキリシタン灯籠だったんですよ。書いてありますね。で、ここにほらあるでしょ。いますね。うん。もう完全に。で、こっち側にね、うん、こっち側に茶室があるんですよ、本当に。
ああ、茶室ちゃんとあるんだ。ちゃんと茶室ありました、本当に。そっか。で、それで昔のまんまの、まんま、その隅の蔵領域の時のまんまのお庭なんです。で、隅の蔵もやっぱりその、佐賀の嵐山地区にいらっしゃるので、うん、まあ、果たしじゃないかなっていうふうに。って思ってて、これね、これは例の祇園祭りの時に出会ったこの果たしなんですけど、うん、このお宅ね、うん、このお宅なんですけど、このお宅も、この中庭にキリシタン灯籠があるんですよ。うん。ここ、結構、だからここも、果たしはキリシタン灯籠があるお家で、お茶をされるお家なんですね。だから、果たし、キリシタン灯籠、お茶がセットになってるってこと、ね、セットになってて、で、先ほどのこの、この隅の蔵のお宅もキリシタン灯籠で、お茶室があるっていう。それでいろんなことをね、調べてるうちに、ここね、渡月橋のね、こっち側は渡月橋になるんですけど、で、これね、これをここを開削したのは隅の蔵領域で、で、ここら辺によくボートとかあるのね、これね、これ管理してるのは隅の蔵家なんです。ボート？うん。ここのこういうところね、管理してるのはこの川をこういうボートとかで管理してるのは隅の蔵家っておばさんに聞いたの。未だにってことだね。未だにこの、ここを開削するのにすごいやっぱり人でもいるじゃないですか。それでね、岡山の以前からあのインベの人たち、うん、村上水軍の末裔の人たちを呼び寄せて、うん、ここで働かせたっていう話があるのね。その岡山から連れてきたのは、あの、うん、開削の時、あの開削の時と、そうです、開削の時と、あとそれからずっと船運、あれは開削工事って10あれ13世紀とかそんなもんでしたっけ。1600、あ、もっと後か。うん、それがね、1606年の3月に着工して、1606年の8月に完成ってどう思いますか？それおかしすぎる。いや、じゃあ、3月から8月まで約6ヶ月。まあ、よく5ヶ月。6ヶ月ぐらい。だから、ここすっごいね、おばさんも言ってたんだけど、暴れ川だったっていうのね。うん。だから結局はこのずっと山越えて亀岡とか、うん、あと何か、うんうん、丹波の方から物資を運んでくるのね、うん、物資を運んでくるのに、うん、ここ使った方がいいからっていうことで、うん、あの隅の蔵がここを開削したんだけど、だってすっごいここね、岩盤が硬いんだって、この構図。ああ、そうなんだ。うん、なかなか難しい工事だったらしいんだけども、この5、6ヶ月 で作った、やっちゃったってことになってるわけないよね。まあいろんなところね、もちろん京都の高瀬川とか、あと富士川とか、あと天竜川はなんかね、失敗したっていうのが出てきてるんですよね。本当？なんでだろう、なんかわかんないけどできなかったっていうふうになってるんですけど、で、庄内川っていうのをあのやっぱり開削してて、うん、で、ちょっと調べてみたら、ちょっとびっくりしたことがあって、うん、1614年、うん、皆さん覚えておいてください。1614年、はい、琵琶湖疎水。はい、出ました。1600、もういけますよ。1614年、琵琶湖疎水を計画した。やばい。あれは1800年代の話ですよね。そうです。200年前にすでに琵琶湖疎水計画があった。あったんです。で、隅の蔵領域で。そう、隅の蔵領域で。それは、だから田辺作郎が明治時代にしたっていうことになってるんですけど。うん、うん、うん。なってるっていうか、そういうことなんですけど。前から、こなしちゃんが、もしかしたら、田辺作郎じゃなくて、隅の蔵領域がもう全然前に、琵琶湖疎水はもう作ってたんじゃないか説は言ってたんですよね。そうそうそう。そしたら、具体的な、その計画、まあ一応計画の、うん、
1614年っていうのが出てきて、今回出てきてしまったってことなんですね。そうなんです、いろんなこと調べてたら。いやー、だってさ、まあ琵琶湖疎水のさ計画はさ、うん、ちょっと調べればあれもね、工事自体もマジでっていうような感じになってるけど、うんうん、要するに住の蔵料理がもう琵琶湖疎水は実は作ってて、それをまあちょっとこうリニューアルしたっていう感じだったら納得できる感じ、うん、なんで、うん、話としてはちょっとすっきりし、逆にすっきりしちゃうよねっていう。すっきりしちゃったんだけど、だからよくね、私ほら、あの織田信長フリーエネルギーシステムとか言って勝手に言ってるんですけど、はいはいはい、あの時代の方々だとしたら、あの琵琶湖疎水のあれはもしかしたら簡単にできてたかもしれないし、まあ、やれたよね。うん、でこの院部のね、 いらっしゃった方々が すごいいろんなね、フリーエネのいろんなことを知ってる方々だったとしたら、うんうん、この保津川も5、6ヶ月でできる可能性はありますよね。うん、全然あると思う。うん、さっき言ったあの住の蔵さんのお宅なんですけれど、うん、ここは明治22年まで住の蔵家が、佐賀住の蔵家って言うんですけど、そちらの方々が、うん、使われてた、住まわれてた場所だったんですけど、うん、それを京都府知事、三代目の京都府知事かな、うん、北垣、国道が買い取ったの。うん、そして、その方は、琵琶湖疎水の事業を完成させた方なんです。何かしら何か関係が、なんて言っていいか分かんないけど。ね、どういう琵琶湖疎水つながりだか分かんないけど、つながってるってことだよね。そう、琵琶湖疎水つながりでつながってくるんですよね、うん、これね。ちょっとびっくりしちゃったのね。住の蔵家いろいろ困ってたのかな、その時。そんで、そうかもね。お金に変えて、かつ、琵琶湖疎水も、本当は住の蔵料理がやったけど、じゃあ、京都市と田辺の作ちゃんでやったってことでいいですよって。そうそう、いいですよってなったのかもしれない。話を売ってしまったとかね。そうそうそう。だって、あそこ、ほら、高瀬川二条の頑固も住の蔵の別邸だからね。あとは、これ、渡月橋に、ここにね、こう、明かりがつくんですよ、夜になったら、ほわーんとね。ほわーんとつくの。それが、これなんです。あ、フリエネね。フリエネ、フリエネって言っちゃう。フリエネとか言っちゃう。水力発電。すごいなぁ。ここ、ほわーっとつくんです、水力発電で。それも昔からの明かりは、ね、結局そう、フリーエネルギーっていうか、その水力発電で、水力、ここね、これね、水力発電の、これここね、こういう感じで、古いよね、この発電システムね。そうなんです。え、だってその当時に作ったってことでしょ、結局。そう、1606年渡月橋っていうか、このここは、じゃあもうやってたな、水力発電。うん、もうなんかね、これはやってるから。それとね、聞いてもらいたいのが、これを見てください。電電宮があるんです。電電宮はすぐそばにありますね、そういえばね。だからね、電電宮の山がどこかにね、ちょっとわかるかな、さっきのね。これで見たら、こっち方面です。そうですね。渡った方ね。渡った方。なるほど。から行ったらね。渡った方の、こっちに電電宮があるの。うん、電気、電波の守り神ってね、ちゃんと皆さん見てください、これをっていう。ほら、奉納の並んでる名前がもう超一流企業の名前ばっかりね。もう日本のね、トップクラスの電気会社ばっかりが、そう、個人名なんてほとんどない感じでね、そうそうそう、もうすごそうそうたるメンバーね。うんうん、で電電宮と西と東にシンメトリーになってるのが南禅寺なんですよ、ね。南禅寺なんですよ。ね、南禅寺。もう要するに京都真ん中からも右と左、西と東ってやると電電宮と南禅寺がもうバチンとなる。なるほど。まあ、やっぱもう確実でしょう。ねえ、だってなんで電電宮ここなのって話だもんね。そう。で、分かったんで、だから住の蔵領域だった。あそこに並んでるその一流企業の名前見ると、それやっぱそんだけ力あるとこの、あれで、うん、なんていうの、集まってるわけだから、そりゃ来るよねって感じだよね。うん、そうだよね。うん、さっきのその天皇家のお墓あったりとか、そういうレベルの一族のところ、うんうん、
のでんでん宮ってなれ、それはあれ来るよね。先ほどね、あの墨の蔵料理のオルタのメモですけど、ちょっと私あって思ったのが、子孫に墨の蔵義道って人がいて、そうそうそう、この人明治の人なんですけど、小児科医として、首都の普及に努めると。出た。何みたいな。ちょっと。で、東京神田において日本初の民間首都所、東京首都館を設立し、天然痘撲滅に、撲滅に尽力した。で、これが、天然ワクチンの増産の目的で、アメリカよりホルスタインを大量に輸入したと、牛を。で、その生、なんていうかな、ワクチンを保存する、術がなかったから、牛にその天然痘をもう、なんていうのかな、いつでも取れるように、なんか、生の牛でやってたらしくって。最初なんかそのためになんか牛をやってたんだけど、結局たくさんいるから、その後、まあ、乳牛牧場を複数開設していくっていうか。で、日本で初めての蒸気殺菌牛乳を販売するなど、日本の酪農業、牛乳業の先駆者の一人となって、で、明治牛乳、結局最後は明治牛乳になっていくらしいんですけど、まあ、京都で和漢学を習って、その後京都府医学校にいて、理化学、解剖学、生理学、動物学、植物学、薬物学、病理学を、まあ、習得するみたいな。でちょっとゾッとしたのが、町の鳥屋の前に立ち、何時間も鳥の解剖を見ていたってことがわざわざ書いてあって。で、なんかこれもちょっとその天然痘も、私たちも、天然痘のことをちょっと取り上げて動画で上げてるんですけど、あの、鍋島藩を調べてたら、天然痘をもう取り寄せて、天然痘のワクチンを。で、そのワクチンを結局、あの、京都とか大阪とか東京で、あの、まずやったっていう話だったんだけど、そこが結局この墨の蔵料理に、だったんだと思ってさだからまあなんかこの時に、まあ、こういう利権を、まあ、利権って言っちゃったけど利権を得るのと合わせてその水路のことは譲ったのかなとかちょっと思ったりして、なるほどねなるほどねそうかもねなるほどね、それでそうだよね、水路閣は明治に作りました説にね、こなすちゃんがほら天然痘のさ700年代、ツイッターでね、そうそうそう上げたやつ、あれもだいぶ前からあったみたいな、だいぶ前から天然痘だもんね、あれ何の船で来たんだっけ天然痘、忘れちゃった、あれが遣隋使かじゃない、遣唐使、あ、そう、あ、そっかそっか、そうそうそう、その辺なんか海外からっていうことで、で九州に入って、で九州北部で最初に流行して、うわっていう話だったよね、確かね、あれね。わざわざ持ってきて、わざわざ持ってきたんでしょ、持ってきて広げたんだね。ね。で、いろいろなんかなんかちょっと漠然として忘れちゃったけど、それ流行らせることで、なんていうの、一種のちょっとなんかこう攻撃みたいな感じに使ってる、そうね。ね、そうだよね。なんかそういう面がやっぱり昔からあるよね。だから、そもそも最近兵器なんじゃないかみたいな感じがする。結局そうなんでしょうね。そう、多分すごいことが起きたんだと思う。ねえ。平安時代にね。よね、だからその祇園祭りの疫病退散にもやっぱりそこでつながっていくんだと思うんだけどね。疫病退散する人が疫病まくんだよね。そうだ。そうなんだよね。だからその当時にだから疫病を持ってきた人、だから船で持ってきたのかもね、それね。それはそうなんじゃない多分。そうね、はい。今も昔も一緒ですね。そうね、もう手口一緒だからね。そうなるよね。一緒だね、なるよね。そう、そう、そう。